モニワテルユキモニワテルユキは、神奈川県厚木市出身のプロサッカー選手。神奈川県立大肌の高等学校卒業。JFLFC 丸安、岡崎所属。ポジションはディフェンダー。元日本代表。2006年、ドイツ W 杯日本代表。東京都品川区に生まれ、小学校3年生の時に、仲間内でキックベースが流行ったことをきっかけに、 神奈川県厚木市のゴールプランダーズでサッカーを始める。FW として活躍していたが、6年生の時にセンターバックへのコンバートを言い渡され以来このポジションを中心にプレー。県内のサッカー大会では、同い年で後にチームメイトとなるライバル石川直宏と熾烈なマッチアップを繰り広げた。同年の全日本少年サッカー大会では、全国ベスト8に進出するも、 小松原学部が所属する群馬県代表の FC、オーラに敗れた。中学時代からベルマーレ・平塚のジュニアユースに所属。小松原とはチームメイトになった。一時期は中学の陸上部、バスケットボール部を掛け持ちしていた時期もあった。平塚ユースに昇格すると1年時には3年の先輩と2年時にはサテライトの選手と3年時には トップチームの選手というように飛び級でプレーするようになる。この頃は公明保のプレーに憧れを抱き、その後も尊敬する選手の一人としてたびたび名前を挙げていた。1999年、ユースに席を置いたままトップチームに登録され、8月18日の市原戦で J1 初出場。翌2000年、J2 降格、体制変更とともに解消し、 湘南ベルマーレとなったクラブのトップチームに昇格し、第3節大分戦で、スターティングメンバーに起用されると、その後もコンスタントに出場機会をつかみ、U-19 日本代表として、同年開催のアジアユースにも出場。2001年には、センターバックでコンビを組んだパラシオスから厳しく、知ったされ、モニー。ウェイエークアープ。 と女性を飛ばされたこともあったが、必死に食らいつき実力を磨いていった。同年、FIFA ワールドユースアルゼンチン大会に臨む U-22 本代表に選出されたが、開幕直前の肉離れによって、帰国を余儀なくされた。2002年、J1 でのプレーを希望し、FC 東京へ期限付き移籍。センターバックにはじゃーんと、伊藤哲也が入ったため、 不慣れなサイドバックでの出場が続き、EG ミスも参見されたが、伊藤のコンディション不良もあって、次第にセンターバックでの出場機会を増やした。2003年より FC 東京へ完全一席。ジゃーんと抜群のコンビネーションを見せ、リーグ最小失点の堅守を築いたことによって、同年10月には A 代表へ初選出され、アウェーのチュニジア戦で、国際 A マッチ初出場を果たした。 この経験がアテネ五輪予選を戦う U-22 日本代表でも活かされ予選突破に貢献。2004年には本大会メンバーに選出され参戦にフル出場した。五輪からの帰国後に行われた同年のナビスコカップでは監督の原博美から課題として挙げられていた全力プレーを見せ最終ラインの砦としてクラブの優勝に貢献。 浦和との決勝戦では、瞬速の相手 FW エメルソンを徹底して追尾し、持ち前の卓越したスピードに裏付けられた、対人守備の強さを発揮した。2005年は、自己最多となる公式戦40試合出場を記録し、リーグ戦での無警告によって、フェアプレー個人賞を受賞した。同年開催のコンフェデレーションズカップに、代表メンバー入り。 その後行われた東アジア選手権中国戦で国際 A マッチ初得点を記録した。2006年にはワールドカップにも選出され1試合に出場。チーム最年少だった。同年末入籍。2007年は前年に古傷の左大体部を痛めながらも強行出場を続けた経緯から早い時期より念入りに調整を行っていたが1月の練習中に左肩を 脱球し、キャンプに参加することができなかった。万全のコンディションを作れないままシーズンを迎えたこと、最高のパートナーだった DF ジャーンの対談、守備戦術の変化といった要因が重なって、反応の遅れによるファウルや PK 検証など制裁を書いた。自慢のクリーンなハードマークを取り戻すには、時間を要し、A 代表からも戦外となった。 2008年はキャンプでの追い込みが走行して、レギュラーへと返り咲き、DF、佐原秀樹をパートナーに得て、好プレーを続けた。しかし監督の上福博氏は、モニワのボールさばきやつなぐ能力は、他の J リーガーと比べても高いと評しながらも、スタミナ不足に気する、集中力の欠如からのミスが多いと指摘。モニワに対して、前監督の腹も課題に挙げていた練習からべてを、 出し尽くす姿勢を要求し、2009年序盤には、MF、米本拓二の抜擢に伴うメンバー再編によって、センターバックには、今野康幸とブルーノクアドロスを起用。モニワは、先発から外された。同時期に、左足底権を負傷したことも重なって、今野、ブルーノのコンビが定着したため、モニワの出場機会は限られたが、今野が代表召集によって、 不在となった同年9月のナビスコカップ、準決勝清水戦では2戦フル出場で、決勝進出に貢献し、ブルーノが出場停止となった10月の J1 第28節、名古屋戦でも FW、ケネリのマークに注力。しかし、プレー中の工作によりケネリの肘がモニワの顔面に当たり、眼下手を骨折。以後の公式戦出場はなく、 この年をもって FC 東京都の契約を満了した。2010年、セレッソ大阪へ完全一席。同じく新加入の上本大会とのセンターバックのコンビでこの年、リーグ2位の失点数となる剣士を構築し、チームの J1 復帰1年前での AFC、チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献。さらに自身初となる公式戦全試合出場も果たし、復活のシーズンとなった。 2011年には対岸した羽田健二に代わってキャプテンを務め、同年及び2012年にはフィールドプレイヤーとしてはチーム最多最長出場を記録した。2013年も先発出場を続けていたが、7月に右足の出術を受けて戦列を離れた。復帰戦となった古巣 FC 東京都の試合で健在ぶりを見せつけ、 タイプレミアリーグのバンコクグラス FC から熱烈なオファーを受けた。この年限りで新大阪との契約を満了し、12月に同クラブへの完全移籍が発表された。第一節チェンライユナイテッド FC 戦で早速フル出場主完封勝利。早々に主力として定位置を確保し、FA カップ優勝に貢献した。 同年4月の対リーグカップサムットサコーン戦では、自陣から長距離シュートを決めている。CU 大阪強化部長の大熊清志への自家判を経て、2015年1月より、セレッソ大阪へ完全移籍で復帰。同年は、試合終盤に投入されることが多く、大熊も期待を寄せる味方への力強いコブで、守りきる役割を担った。第42節、東京 V では、 自身初の1試合に得点。2017年5月14日、第11節のサンフレッチェ広島戦で、史上93人目となる J1 通算300試合を達成した。2018年は、プロイリアと初のリーグ戦無出場に終わり、公式戦出場は ACL の1試合のみだった。同年をもって、契約満了により、新大阪を退団。2019年、 JFL の FC 丸安岡崎へ移籍。その他の公式戦。ありがとうございます。